Weekend, The Rampage with Gene Riku, The Rampage from Exile Tribe. 皆さんこんばんは、ザランページフロムエグザイルドライブリーダーのジンとボーカルのリクです。金曜日が来たぜ、来たということで、ウィーケンドザランページ今日もやっていきたいと思います。思います。皆さんの週末を明るくしたいと思います。じゃあ、早速ふつおたいきますね。はい、お願いします。兵庫県ね、レネさんから。レネさん、8月ももうすぐ終わりですが、うん、夏らしいことできましたかと、うん、先ほどね、番宣で佐藤勝利さんが、うん、そうめん食べましたとおっしゃってましたけど、うん、なんか、うん、夏らしいことしました？夏らしいこと全くしない。いやいやいや、なんか、なんかあるでしょ。ちょっとなんか見たとかさ、なんか風鈴の音をなんか聞いたとかさ、なんかあるじゃないですか。いや、僕は自宅の寝室から、東京タワーを見ながら寝ていたよ。何があったん何があったんすか。東京タワー見えるんすか。ほんで、うん、いいじゃないですか、うん、まあまあそれもね、夏の思い出ですからね。いや、だから夏の終わりですよ。まあそうですよ。だから8月ラストの放送回ね、皆さんきっと学生さんならね、まあいつもなら、うん、夏休みの宿題で追われている頃ですが、まあ、今年はね、いろいろあって、まあ、ちょっと休み短くなったりとかもするんで、うんうんうん、ね、いつもと違う感じですけれどもね、うん、まあ、今年は今年しかないですから、もちろん。うんうん、もう夏は今年しかない、うん。今年の夏は今年しかない。待て。当たり前の頃のさ、それさ、ドヤ顔で言われたのさ、そう、うん、困るんですよ。土日は2日しかない。ないよ。うん。うん、ね、わかる、うん、で、土日が明けたら月曜日が来る。うん、来るよ。うん。うん、月曜日はちょっと憂鬱。うん。みんな一緒、それは、うん。同じスタートラインになってる。そうだよ。うん。だから同じようにスタート切る。うん。それだけ。以上怖い。なんでね、肩の力抜いて今日も金曜日行きましょう。行きましょう。ウィーケンドザ・ランページ。お送りした曲はザ・ランページ from Exile Tribe で Fears でした。金曜は一週間に一日だけやで。当たり前って。さあ、ウィーケンドザランページ、お相手はザランページフロムエグザイルトライブリーダーのジンとボーカルのリクです。あたりまして、よろしくお願いします。はいはいはい。番組終了が9時30分からニコニコチャンネルで動画配信を行ってます、うん、スマホやパソコンでも楽しむことができます。詳しくはネットでニコニコチャンネルと検索してください。メールいただいてます。どうぞ。チャマ4号さん、どうも。ジンくん、はい。さっき1日は24時間だしねみたいな当たり前のこと言ってましたけど、うん、また新しいキャラを生み出そうとしてるんですか。いた、打ってもうた。見抜かれてます。うん、ね、僕がちょっと考え出しそうなことを早くも察知して、うん、やっぱね、こういう場所もやっぱ電波がないと届かないですから絶対に。やべえ、今日ちょっとうざい。まあいやね、こんなんで30分はダメです。さすがにベイウムさんに怒られるんで、はい、ちゃんと仕事しましょう。仕事しよう。ね、まあ結構ツイッター見てますけれども、うん、やっぱね、当たり前フィアーズの感想すごいですね、うん、苦しいなこの曲でも好きとか、うん、うん、もうちょっと最初の低音がゾクゾク来るとかね。ほらもうね、早速影響されてる人がいるよ、うん、アネミーさん、ウィーケンは1週間に1回です。うん、そうそう、当たり前よ。そうそうそう、いいね、アネミーさん。そういうことよ。いいよ、つくポイントがいいよ、うん、うん、でだからこれね、ちょっとまあ音楽の話変わりますけど、今流させてもらったのがランページのね、9月30日にリリースされるフィアーズ、うん、まあ恐怖とか怖さって意味のねフィアーズが、配信されて、先日ミュージックビデオ公開されました。そうなんですよ。撮影してみてどうでしたか、今回の出来栄えは。そうですね、またこう楽曲もしっかり、うん、MV の世界観も、うん、かなりちょっと今までのランページと違うね、うん、形になったので、はい、また新しいランページの幅、音楽の幅っていうのを広げてくれる作品になったなとも思いますし、うん、個人的にはこうボディペイントしたりとか、はい、初挑戦なものもすごくギュギュッとね、メンバー一同詰まった MV だったり曲になってるので、うん、
この曲、まあ、一見ちょっとこう、フィアーズってこう、言葉、恐怖だったりとか、うん、そう暗いイメージがあるんですけども、はい、実はその裏に隠された明るい優しいメッセージがすごく詰まった楽曲になっているので、うんうん、そういったところにも注目していただけたら、うん、なんかよりこのフィアーズってものを楽しんでいただけるんじゃないかなというふうに思うので、耳は二つしかないので、ぜひとも聞いてもらいたいなと思います。うん、そうですね。はい、耳は二つしかないですから。うん、みんなそうです。ね、まあだからその希望をね、はい、捨てないみたいなメッセージもあるわけじゃないですか。そうですね。まあ、今のこの状況ともリンクしますけど。そうだね。うん。まあ絶対闇の先には光があるから。絶対ある。絶対、うん。ね。だからそこをね、ちょっと。あ、じゃあメールいただいてます。感想。千葉県ジンコの彼氏になりたいさん、彼氏だよね、フィアーズの MV めちゃくちゃかっこよくて延々とリピートしているのですが、私には気になって気になって仕方のないことが一つあります。それはリクさんは、がっつりとボディペイントをなさってますが、塗られるときに、なるほど、 TKB は大丈夫だったのでしょうか。あ、なるほどね、うん、お二人の力量でいい感じにぼかしてください。僕らそんな力量ないです。ないです。まあ、そこで言うと別にもう TKB は TKB に関してはそこもこう塗りつぶして、うん、そうそうですね、いきましたね、はい、そこだけあったら、はい、それはなんかすごいことになる。逆に卑猥になっちゃうから、うん、もうなんかここの何だろう、芯の像をね、はいはい、こうえぐられてしまったようなペイントをしていただいてまして、うんうんうん、なんかそので囚われの身になってて、うんうんうん、そこが脱却したいんだけど抜け出せない、はい、どうか誰か助けてくださいみたいな表現をしてましたけど、なるほど、あれね、TKB に関しては全然問題ないです。問題ないということ、まあ、結構質問というか疑問みたいなことが多いんですけど、うん、ボーカルがでランページ3人いてて三者三様のシーンでそれぞれが歌い上げてるわけじゃないですか、うん、で今回まあ歌詞のもちろん意味があんねんけど、うん、どういう気持ちであれは歌ったというか、あのシーンを撮ったんですか。そうだね、まあそのなんだろう、恐怖新聞っていうドラマ、大輝が出てるドラマの明日からやるけども、はい、なんかそのそこに合わせるというかは、その僕がこの曲の主人公、うん、それこそ囚われの身というか、うん、何かこう大きくぶち当たってる男の子だったら、うん、どんな気持ちになるかなとか、うん、どうやって助けを求めるの。でも彼はこの主人公はどういう気持ちなんだろうっていうのをいつもまあ曲ごと考えるんだけど、うん、はい、この曲はいい意味でなんかこう結構ドープ、うん、だから、うん、深いからね。そう、なんかその逆にあんまり そこになりすぎちゃうと、うん、曲まで暗くなっちゃうというか、うんうんうん、声まで暗くなっちゃうから、うんうんうん、それはちょっと嫌だなと思ったし、その明るい優しいメッセージも実は隠されてるから、はいはいはい、なんかその彼を助けに行ってあげるような感覚。なるほどね、うん、その光くださいって言ってる光側を表現してみた。そう、光ください言うんだけど、うん、その言ってる側と言ってる側と助けちゃう、手を差し伸べる側をどっちも感じながら歌ったって感じ、うん、おー、なるほど、それ新しいですね。そう、なんか俺が俺を助けに行くみたいな、はい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 、別の自分が助けに行くみたいな、はい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 、感覚。ああ、なるほどね。うん。まあこれね、多分もうメンバーによって全く違う解釈。もちろんね、軸というものは一緒なんですけど、うん、多分それぞれ違う感覚で表現してるんで、なんかああいうね、ちょっとこう感情的に言うと色彩あふれるというか、うん、いろんな感じ方ができるね、うん、内容になってると思うんで、皆さんぜひね、まだ、見てない方もしくはもう一回見た方も今のリクさんの言葉を聞いて、またぜひフィアーズね、ミュージックビデオチェックしていただけたらなと思います。ティクベの心配は大丈夫です、はい、ありがとうございます。まあね、そしてまあこの1週間で言うと、はい、まあランページごとですが、24時間テレビにも出演させていただきまして、うん、ね、まあ、YouTube の方で、まあ、チャリティーライブイベントがありまして、うん、そこでもパフォーマンスをさせていただいて、そうなんですよね、うん、まあ、直接もちろんお客さんがいる状況でのライブっていうのはまだできないですけど、うん、ああやってね、うん、まあ、画面を通じてパフォーマンスを伝えれることもやっぱ限られてるから今って、うん、だからめちゃくちゃ貴重な時間でしたよね。そうですね、うん、まあ、スタッフさんとあとはアナウンサーの皆さんがちょっとこう離れたね、はい、ところからちゃんと距離は保って見てくれて、うん、こうね、一緒にこうやって煽ってくれたりね、はい、してたけども、なんかこう子供の頃からね見てた番組にこうやって出れるっていうのはね、はい、ありがたいし、それがチャリティーということで、はい、なんか力につながってたら嬉しいけどね。そうですね、うん、まあ、15分ぐらいの尺やったんですけど5曲、うん、まあ、今年のテーマが動くやったんで、僕は見逃してなかったですよ。あなた早々にジャケット脱いだでしょ、はい、でまた来たでしょ、うん、みんなが脱がないから、うん、でコメントで途中でアナウンサーさん入ってきたんかと思ったってコメント来たから、来てたから、いや違うよ俺やで
ジャケット脱いでもジンやでっていうのをやっぱこの場を借りて伝えたいですけど、うん、いや気持ちはすごくわかるんだけど、俺もねジン君脱いでるから、うん、俺も脱ごうかなと思って周り見たら誰も脱いでなかったからやめとこうと思って、うん、いやあれね、うん、耳元でパフォーマンスしようよ、うん、あのラフィエスタってかっこいい曲でさ、うんうん、デンデレンデ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 ンイエーってカズマが言ってるわけですよ、うん、後ろでケンタが耳元で脱ぐの早とか言ってもうその時点でもう踊るモチベーションないからね。あもうなんかもうまあもうもうええわええわ。やべやべ。ちゃんと踊りましたよ。もう着直しましたけど、夢の24時間。本当ですよ。ありがたいね、うん。一つまた親孝行できたんじゃないかなと思いますし、ねうん、まあね、動くっていうテーマ、いろいろね、この時期にね、リンクさせてやってましたけど、うんね、最近動いたこととかありますか？いや僕宣言通りね、買いましたよ。おいい炊飯器を。よーっでででででで ですね。あのね、マジうまい。で、あの、撮影終わって、はい、その足で買いに行って、うん、で、ジン君一緒に車乗ってたじゃん。そうですね。行ってくるわ、つって、うんうん。で、その、もうどうしてもその撮影までガチ絞りしてたから、うん、1週間で4キロ絞ったから。はいはいはい。で、カリカリで、はい、もう食べたすぎて、その日にも炊いて食べたんだけど、卵かけご飯をね。うわ最高だった。やばかった。やばい。え、具体的にどう違うの？まあまあ、わかりやすい表現っていうのも難しいと思うんですけど。いや、なんて言うんだろう。まず、その、柔らかさとか、質感を設定できるのよ。うん、で質感、モニターにね、はい、全部、こういう、例えば、丼系だったらこれがいいですよ、うん。全部おすすめ教えてくれて。で、やっぱね、米が立つってこういうことなんだろうって。はいはい、よく言いますね。そういう表現しますよね。うん、もうね、炊飯器の、言うこと聞いとったらうまい米炊けるんよ。よく言うじゃないですか。なんか、その、説明書き通りに水入れてもダメですよみたいな言ってたじゃないですか。やっぱいいやつ違うんですか？もうそんなんじゃないですか。全然違う。もうあの機械に任せろと。そう。で、なんか、その米の炊く、あの、炊飯器って別に他のあれを、はい。こうちょっとこう、下痢するとかじゃ全くなくて、炊き方によっては、あ、ヒゲ。逆に、ね。うん、それは当たり前じゃなくて、はい、こう、うん、米の表面を削って中に水蒸気を入れてあげたりとかする炊き方があるらしいんだけど、だけど、僕のはそうじゃなくて、もう中は完全に水の水蒸気のみで、炊いていくからめちゃめちゃふわふわなんですよ。ちょっと腹減ってきたな。だから今度、うん、持ってきます。ここに、うん、ウィーケンのスタジオに炊飯器ごと。おーおーおー、うん、あでここで炊いてくれる動画パートで。そうそうそう。うわそれ炊いといて動画パートでパカッて開けて、うん、このかき混ぜるやつやって、うんうんうん、ASMR やろうよ、うん、うわちょっとやばいな。マジその時は本当にスタッフさん卵だけお願いします。卵と醤油で、うん、卵かけご飯マジでうまいんで。うわちょっと楽しみですね、うん、ということでね、まあここでじゃあ一曲お送りしましょう。はいはい、夏にぴったりのこの曲です。ザランページフロムエグザイルトライブで Breaking the Ice。 お送りした曲はザランページフロムエグザイルトライブで Breaking the Ice でした。さてここからはこちらのテーマをお送りしましょう。あなたの代わりにこの夏の終わり編。聞こえる聞こえる、うん、助けを求める叫びが、うん、ストレスが溜まってるあなたの代わり、僕らが思いっきり叫び散らかしていくコーナーです。よっしゃ。流れとしてはうっぷんエピソードのメールを紹介、それに対して僕らがリスナーの気持ちになって思いっきり叫び散らかします。おなんですが、今回は8月ラストの放送ということで、夏の海に向かんで今日噛むね、うん、いやこれはもう向かってじゃない、向かんで、うん、向かんで、うん、夏の海に向かんで叫んでいきたいと思います。正当化するパターン、パワープレイがする、うん、僕らは海にいる。ああいや僕らが海だ、うん、いや海が僕らだ僕は陸です、うん、ここはラジオだ、うん、そうよ、ラジオ局だ、当たり前のこと言ってるよ、うん、そう、またもう一回やんの怖いよ。じゃあ行きましょ行こう。まだまだ夏はね暑い、うん行きましょう。もうねうるさい行こう。はい、北海道のジェミさん。ジェミさんカモン。同じ職場の上司がクーラーを勝手に上げたり下げたりします、うん、こっちが暑いと感じてもその人が寒いと感じてたらめっちゃ温度を高く設定します、うん、自分は下なので何も言えずにイライラだけ溜まっていきます、うん、私の代わりに怒ってください。
うわなるほどね、わかるよ。そういう感じの女子さんがいるんですね。まあね、まあこう決してね自分のことだけ考えてるわけではないと、その人にとっては普通なんですよ。そのまあね、わかる、気持ちわかるな。でも一言言ってほしいよな。じゃあ叫ぼうか。お、準備いいですか。海に向かってリスナーさんの立場になって、海に向かって、行きます。おい上司この野郎、クーラー自分のものだけど思ってんじゃねえぞ。なあ、怖、部下がみんないるんだよ。みんなの顔色見るのクーラーできなくてどうすんだよ。上司だろ、ふざけんじゃねえよ。出たね声。ああ、出ちゃっ た, 出ちゃった、心の叫びが、なんかねジェミさんの気持ちになったらちょっとイライラしてきた、すごい、まさにこのもうね企画の、いや真骨頂を 見せてもらいました。そういうことで、ありがとうありがとう、どんどん行きましょう。行こうか。モースンちゃんさんから。お父さんに目の前でおならをされました、しかもその日はニンニク強めのラーメンを食べていました。息をする前にその場から逃げましたが、イライラが止まらないのでどうかお願いしますと。かわいい。ああ、かわいいですね。お父さんかわいいじゃないですか。お父さんかわいい。ただね、そのニンニク強めのラーメンの後のおならは、致死量ですから多分ね、匂いが。そうね。うん。パンチあると思うんですよ。うん。じゃあ、もうすんちゃんの代わりに海に向かって叫びたいと思います。向かんでじゃないの。向かんでいかない。海に向かんで叫びたいなと思います。行こう。いきます。あたしが犬やったら死んでんで。夏の終わり、夏の終わり、嗅覚すごいからね。そうですよ、それぐらいですよ。じゃあどうすんの、あたしが犬やったらどうすんの、でも私は犬じゃないよ、でも犬より犬よりっていう言い方あれですけども、犬、犬より、あの鼻良くないけど犬より鼻良かったらどうすんの、私死んじゃうよ。何言ってんの。違う、瞑想がすごかったよ今。そう、次行こうか。もし犬より鼻良かったらどうすんのって話よ。もしもの話よ。もしも、絶対なんてないからこの世に。なるほどね。もう一人ね、お父さんに怒ってる人がいます。福井県金沢ルスさん。私の父はお風呂上がりに必ずパンツ一丁になって私の目の前で楽しそうに踊ってくるんです。やめてと言ってもその反応を面白がってるんです。明るい。私が言ってもこれからやり続けそうなので私の代わりにどうか叱ってほしいです。ふむふむふむ、なるほど、ね、それまあまあ年頃のね、年頃の女性はそれは気になりますわ。パパのパンツ一丁あんま見たくないですわ。でも生まれてね、この方ずっとね、赤ちゃんの頃はお風呂に入れてあげて、ずっと一緒に生きてきたわけですから、気持ち分からなくもないんですけども、じゃあ行きましょうか。なおえさんよ、こっちとら女子やねん。いつまでも父ちゃんのパンイチの姿見たいわけちゃうねん。でも愛してるよ。なんかちょっと叱咤激励風になってましたけども、ちょっと柔らかい感じで愛が伝わるメッセージ。何これ、こういうのをこうやって言えるって素敵だなと思って、愛を感じた金沢さん。なるほど、そういうパターンもあるんですね。うん、別角度から、ただ叫ぶだけじゃないと。そうよ。はあ、なるほど。まだまだ行きましょうか。行きますか。そのパターンもありなのね。岡山県ちっぴさんから、会社の従業員さんのことで、鬱憤がすごくあり、仁君陸君に代わりに叫んでほしいのですが、任せろ。それを文字に、上手に起こしてまとめることができず、代わりに叫んでもらえないことに今はこの野郎です。はい。言いたいことがまとめられないイライラ。知らん。まとめてきてそこは。じゃあ、いきますね。うまくまとめて。ここに一枚の紙があります。この紙みたいにな、くしゃ
くちゃにすんねん、感情を。ああ、で、形なんてな、決まってないねん。唯一無二なんや。自分の感情なんてのはな、自分でな、考えて考えて考え出した結果が自分やからな、そのまま送ってきたらええねん。ああ、顔真っ赤。それだけや。この人顔真っ赤。ああ、夏の誰もな、誰も責めへんねん、うん、いいねん、うん、まとまらんかったまとまらんやつ送ってき、うん、まとめたるから。あ、かっこいい。そういうことね、うん、まとめたるからさ。はい、ということで、番組ではまだまだ、皆さんからのね、鬱憤エピソードお待ちしております、うんうん、受付メールアドレスは、うん、rmpg@bayfm.co.jp、はい、メールの件名にはこの野郎と書いてください、うん、とっておきのやつ待ってますからね。はい。以上、あなたの代わりにこの野郎でした。さあ、30分が3分に感じると噂のウィーケンズ・ザ・ランページですけれども。今日噛むね。お別れの時間ですね。はい。さあ、この後は。この後は、ニコニコチャンネルにてスペシャルな動画配信を行います。はい。皆さんと一緒に番組を盛り上げていきたいので、詳しくはネットで、ニコニコチャンネルと検索してみてください。はい、お願いします。ここでお知らせです。9月30日、ザ・ランページのニューシングル、Fears がリリースされます。うん。そして、そんな楽曲が主題歌となっております、フジテレビ系全国ネットで放送。恐怖新聞8月29日、うん、明日ですね、うん、23時40分より放送スタートです。大輝が出てます。はい、EXILE FANTASTIX の佐藤大輝、僕らと同い年です、はい、出演していますのでぜひチェックしてください。はい、お願いします。さあ、最後にメッセージ、バイオマンさん、ジンさんに習って私も当たり前なことを考えました、靴を履いたらいずれは靴を脱ぐ、どうですか。いいね、うんうん、靴を履いたら必ず脱ぐでいいんじゃないですか。靴を履いたら必ず脱ぐ、うん、それはそう、日本人だから絶対そう。今脳みそフル回転します、この人。ぬしさん、ジンさんの当たり前の考え方素晴らしいと思いました。私も思いつきました、寝ると起きる。これあ、これね、満点満点さ、これ満点。うん、そこで言うとさ、食ったらお腹膨れるぐらい当たり前じゃない。当たり前ですね。それも当たり前ですね。うん、主さん、あ、主さん攻めるね。すごいね。当たり前ポエムのコーナー、うん、夏が終われば秋が来る。もうね、うん、何でもありやな、ここまで来ると。うん、うん、うん、そうやな、日本には四季があるから。ね、絶対そうでしょ。みんな感じるでしょ。これ感じない人いないでしょ、うん、いいじゃないですか。オチとかないからね、これ。うん、お、千葉県の水木さん、水木さん、リクさん、炊飯器を買ったとのことでしたが、私の母が炊飯器を新しく買い替えようか悩んでます。母にぜひ新しく買うようお勧めしてください。おー、そうですね、はい、端的に言いますと、はい、まあ、あの米はですね、はい、体のエネルギーになります、うん、食べるものです、体を作るものです、うん、で、だったらどうせならちゃんと美味しくね、米を炊いて食べた方が、うん、より体の力になります、はい、娘さんだったりとか、うん、旦那さんもいらっしゃると思いますので、うん、ご家族の方いらっしゃると思いますので、ぜひですね、買い替えて、はい、いいお米をいい状態で食べて、噛み締めて頑張ってください、うん、だから米は美味しいってことやな。ということで、ここまでお送りしたのは、また来週、あ、リクです。